こんにちは、サーバーワークスの加藤です。今回は AWS セキュリティシリーズ、 AWS サーティフィケートマネージャーについてご紹介します。この動画は特にクラウドサービスの検討をされている方、 AWS のセキュリティ対策について知りたい方、 ACM の概要について知りたい方には最適な動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は ACM の概要について確認した後、ユースケース、開示方法、料金についてご説明していきます。ではまず ACM の概要を確認していきます。 ACM はサーティフィケートマネージャーの名前の通り、サーティフィケート、つまり証明書の管理を行うサービスです。 SSL、TLS 証明書の発行、管理、デプロイに対応しており、単体で使ってメリットがあるサービスというものではなく、他のサービスを利用しており、暗号化通信を実現したいという場合に利用するサービスとなっています。従来 SSL、TLS 証明書を発行する際にはキーファイルの作成、CSR の作成、CSR を使った証明書の発行申し込み、そして発行された証明書をサーバーにインストールし、期限が来たら証明書の再発行や再インストールの対応も行わなければなりません。手順が多く、実施には手間がかかりますし、証明書の発行にはお金がかかってきます。また証明書の期限を把握し、定期的に更新する必要があり、忘れると証明書の期限が切れて警告が出てしまうなど、サイト、サービスや企業の信頼に関わる問題に発展する可能性があります。 ACM はこれらの問題を解決するために利用することができます。ではここで ACM の特徴を3つご紹介します。まず1つ目、基本料金が無料になります。パブリック証明書については無料で利用することができるので、証明書発行の際にかかる費用を抑えることができます。次に、数クリックで証明書が発行できるという特徴があります。先ほど確認した通り、証明書の発行には多くの手順がかかるものですが、 ACM ではたった数クリックで証明書の発行を行うことができます。こちらは後ほど実際の画面を見ながら確認していきます。そして最後に、 AWS の各種マネージドサービスと統合しているという特徴があります。エラスティックロードバランシング、API ゲートウェイ、クラウドフロントなど各種 AWS のマネージドサービスと統合しており、証明書の更新やデプロイを自動で行ってくれる機能がついています。ただし、いくつか注意点もあります。まず、証明書の実ファイルをダウンロードすることができません。このため、 EC2 に直接証明書をインストールして利用することはできません。もちろん、ダウンロードしない仕組みになっている分、セキュアに利用可能という利点でもありますが、ここは注意しておく必要があります。また、利用できる証明書はドメイン証明書までとなります。企業認証証明書、EV 証明書に関しては2020年8月現在対応しておりませんので、こちらを利用したい場合には外部の認証局を利用して証明書を発行し、インポートする必要があります。ではここから ACM のユースケースを2つ確認していきます。まずは Route53、 エラスティックロードバランシング、 Amazon EC2 を利用したウェブサイトの構成で ACM を導入するユースケースです。この場合、ドメイン管理を Route53、 証明書管理は ACM、 証明書デプロイ対象はエラスティックロードバランシングと、すべて AWS に閉じた構成となっていますので、証明書の利用料は無料ですし、ワンクリックでデプロイすることもできます。また自動更新にも対応した構成となっていますので、更新の際に何かしら作業をする必要もありません。最も ACM のパワーを発揮できる構成だと言えるでしょう。次に、先ほどの構成を使った状態で企業認証証明書を利用したいというユースケースを確認してみましょう。この場合、 ACM は企業認証証明書に対応していないため、証明書発行は外部の認証局を利用し、発行された証明書を ACM にインポートして使用する形になります。この場合でも ACM の利用料は無料ですし、エラスティックロードバランシングに証明書をデプロイすることも可能です。ただし、自動更新機能は使うことができず、認証局から新しい証明書を発行し、インポートし直す必要があります。またもちろん、証明書の料金は別途発生する形になります。では ACM の開始方法を確認していきましょう。今回はユースケースの1で紹介した AWS のマネージドサービスを使ったウェブサイト構成で ACM を利用する方法を確認していきます。環境を用意しておきました。 Route53 でドメインを管理しています。そして ACM テストというロードバランサーを用意し、 HTTP リスナーを追加しています。このリスナーの後ろに EC2 インスタンスを配置しています。では証明書の発行を行っていきましょう。サービスから ACM またはサーティフィケートマネージャーと入力し、サービスのページに移動します。
証明書のプロビジョニングの下にある今すぐ始めるをクリックし、証明書のリクエストをクリックします。ここにドメイン名の追加という欄がありますので、自分の保持しているドメイン名を入力し、次へのボタンを押します。検証方法を選択するんですが、ここでは DNS 検証を用います。そして最後に確認とリクエストを押して、証明書のリクエストを行いましょう。今回 DNS 検証にしたため、DNS に CNAME のレコードを追加する必要があります。Route53 で管理している場合には、Route53 でのレコードの作成ボタンをクリックすることで、自動的に CNAME のレコードが追加されます。開いたモーダルで作成をクリックしましょう。成功と表示されるので、これで CNAME の追加が完了します。しばらく時間を置くと、状況の部分が発行済みに変化します。これで証明書の発行が完了しました。コンソールを利用することで簡単に発行を行うことができるとお分かりいただけたかと思います。ではこのまま続けて証明書を ALB にデプロイしてみましょう。証明書のデプロイはロードバランサーのページから行います。選択したロードバランサーのリスナーのタブを開き、リスナーの追加をクリックします。ここでプロトコルポートを HTTPS に変更すると、デフォルトの SSL 証明書というタブが発生します。先ほど発行した ACM の証明書を選択してあげるとデプロイが可能です。あとはロードバランサーに紐付けられているセキュリティグループを編集し、443のインバウンド通信を許可してあげることで通信が可能になります。ここでは設定手順については割愛します。実際にアクセスできるか確認してみましょう。HTTPS の後にドメイン名をつけてページを開くと、正しくテストページが表示されることが確認できました。このように ACM を利用した証明書の発行デプロイはコンソール上で数回クリックを行うだけで起動することができます。なお操作の詳細は概要欄に記載している AWS サーティフィケートマネージャーのユーザーガイドの方をご覧ください。では最後に料金を確認していきましょう。何度も申し上げている通り、パブリック証明書に関しては発行、デプロイ、更新すべて無料となります。ただしプライベート証明書を発行するためにプライベート認証機関を用意する場合には、プライベート認証機関1つあたり$400、プライベート証明書発行ごと $0.75の料金が発生します。企業のポリシーでプライベート認証局を作る必要があるという場合には注意しておく必要があります。ではこの動画のまとめです。AWS サーティフィケートマネージャー ACM は SSL、TLS 証明書の管理を行うサービスです。基本利用は無料で、数クリックで簡単に証明書の発行管理を行うことができます。また AWS の各種マネージドサービスを統合しており、証明書のデプロイを簡単に行うことができるほか、自動更新機能を使うことで更新の作業を省くことができます。以上 AWS サーティフィケートマネージャーの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。